ジャニーさんのスキャンダル結構過熱してますね。明日のニュースゼロに桜井翔さんが出演しますよね。何かコメントするんですか？いや、有働さんにお願いすることになった。桜井さんにはその直前でフレームアウトしてもらう。それはご本人の意向で？いや、ジャニーズ事務所から内々に通達が来てるんだよ。日曜日に東山さんがコメント出すから、それまではスルーでってな。え？従うんですか？それって明らかな報道への介入ですよね。これまでだって散々圧をかけられてきたのに、この後に及んでそんなこと。仕方ないだろう。いきなり手のひら返しなんてできるか。ありえない。これじゃ何も変わるはずがないわ。しまゆうのアトリエ。あれはまだ僕が事務所に入ったばかりの15歳の頃でした。名古屋に住んでいた僕は、その日東京での仕事が終わって、ジャニーさんの自宅に泊まることになったんです。他のジュニアのメンバーも一緒に。その時の様子をお聞かせください。リビングで夕食を取った後、ジャニーさんが近づいてきて、肩をマッサージしてくれました。そして、こう言ったんです。カウアン、早く寝なよって。他のメンバーもそれで気づくんです。今日はカウアンかって。それはどういう意味でしょうか？寝なよって言われた日は、ジャニーさんの寝室か寝室の近くで寝ないと、翌日すごく機嫌が悪くなるんですよ。ではその夜は？ジャニーさんの部屋から近い部屋で寝ました。ジャニーさんは夜中に見回りで部屋に入ることがあるんですが、あの日の夜は僕のベッドに下の方から入ってきました。下の方から？布団を引き剥がされて僕の腰のあたりで横になります。それ以上上がってくることはなくて、足元で全部終わるんです。2023年春、日本だけでなく世界のメディアを震撼させたジャニーズ事務所の性加害問題。事の発端はイギリスの BBC が3月に配信したドキュメンタリー動画、 J-POP の捕食者、秘められたスキャンダル。日本でこれまで報じられることのなかった週刊文春の記事や、被害に遭ったという男性の証言を紹介しながら疑惑を追及。さらに4月12日には、かつてジャニーズジュニアとして活動していたカウアン・オカモト氏が都内にある日本外国特派員協会で記者会見。顔出しにもかかわらず赤裸々な実態を訴えたことで、世間に与えた衝撃は少なくなかった。行為は足のマッサージからです。ジャニーさんの手が直接僕の肌に触れたかと思うと、その手は上に伸びてきました。その時はどんなことを考えていましたか？マジだと。噂は他のメンバーからも聞いていましたから。マッサージだけで終わりましたか？いえ、下着の上から触られて脱がされちゃって。そうなるともう覚悟しますよね。性的な行為が行われたということですね。翌朝は何でもない顔でおはようって挨拶を交わすんです。仕事に行くときに小さく折りたたまれた1万円札をこっそり渡されましたね。カウアン氏によると、ジャニー氏による性被害を受けたのは合計15回から20回。さらに自分を守るため行為中の動画も残してあるという。長年まことしやかに囁かれていたジャニー氏の少年愛。日本のメディアが沈黙を貫いてきた中、海外メディアにより蓋を開けられ、当事者の口から証言が飛び出すまでとなったこの事態。カウアン氏に続けとばかりに5月11日には TBS ニュース23で元ジャニーズジュニアの橋田康氏が顔出し実名で証言。さらに3人目の証言者として元ジャニーズジュニアの二本木明正氏をはじめ6人の被害者が NHK クローズアップ現代に出演。27年が経過した現在もなおフラッシュバックに悩まされていると胸の内を語っていた。きらびやかなステージで活躍するアイドルの舞台裏で起こっていた黒い闇の世界。日本の芸能界の地盤をも揺るがしかねないこの事態に、当のジャニーズ事務所はどう動いたのか。創業者ジャニー喜多川の性加害問題により世の中を大きくお騒がせしておりますこと、心よりお詫び申し上げます。何よりもまず被害を訴えられている方々に対し深くお詫び申し上げます。一連の騒動を受け沈黙を貫いてきたジャニーズ事務所が動いたのは5月14日。ジャニー氏の姪で事務所の社長を務める藤島ジュリー恵子氏が動画と文書で自身の見解を発表した。長らくジャニーズ事務所はタレントのプロデュースをジャニー喜多川、会社運営全権をメリー喜多川が担い、
この二人だけであらゆる決定をしていました。本件を含め会社運営に関わるような重要な情報は二人以外知り得ない状態が恒常化していました。被害者への謝罪を述べた上で、今回発覚した性加害の件について自身は知らなかったと釈明。今後はコンプライアンス委員会を設置し再発防止に努めるとしていた。1994年に TOKIO のプロデュースを手掛けて以降、取締役副社長に就任するなど長きにわたってジャニーズ事務所と深く関わってきたジュリー氏。当事者であるジャニー氏は2019年に、ジャニー氏の姉でありジュリー氏の母親でもあるメリー氏も2021年にこの世を去っている。当事者がすでに不在の中、この件について一切知らなかったというジュリー氏に対し疑問を抱く声が続出。翌日放送された日本テレビ系報道番組ニュースゼロでは、レギュラー出演している嵐の櫻井翔がこの問題にどう触れるのか注目が集まっていた。これまでジャニーズ事務所のあらゆるスキャンダルに沈黙を貫いていたメディア各社ですが、今回ばかりは違ったということでしょうか。事務所が正式なコメントを発表した以上、スルーすることはできなかったようです。ニュースゼロの内容とは、司会の有働由美子アナウンサーが番組で話し合った結果と前置きし見解を語りました。櫻井さんはその話題に移る直前に画面からフレームアウトしましたね。事務所創業者による過去のスキャンダルが明るみとなったことで注目を浴びることになるのは、現在も表舞台に立つ所属タレントたち。17年間ニュースゼロのキャスターを務めてきた一方、自らの所属する事務所が抱える問題に触れなかった櫻井氏。この対応にネット上では報道キャスターとしての是非を問う声が殺到していた。キャスターを名乗るならきちんとこの問題に向き合って自身の経験を踏まえて自ら報道すべきだと思う。日本を代表する芸能事務所がこんな事件を起こしてもだんまりを決め込むようでは黙認しているのと同じ。フレームアウトは逃げたと言われても仕方ないよね。話せないなら自粛すればいいのに。ちょっと待ってよ、櫻井くんだって被害者かもしれないじゃん。非常にセンシティブな問題なんだから矢面に立つ必要なんてないよ。櫻井くんにコメントを求めるのはハラスメントと同じ。彼が出演する曜日に放送するのは忖度なんてなく誠意を持って番組を放送しているということだよね。事務所の所属タレントでありながら報道陣でもある櫻井氏、今回の対応は番組の判断だったとはいえ、本人にとっては思うところもあったのかもしれない。騒動の余波が様々なところへ波及していく中、長年ジャニーズ事務所のトップアイドルとして君臨してきたこの人が口を開いていた。近藤さん自身も40年以上在籍されていたジャニーズ事務所で現在性加害問題が取り沙汰されていますが、本当に言いにくいんだけど嘘はダメだなって。嘘ですか？こうなったら正直に全てをしっかり話さないと世の中の人が許せないと思うんで、隠し事なしに知ってた知らないじゃなくてもう知ってるでしょと。まだ全てが明らかにされていないということでしょうか。しっかりと正面を切って正々堂々と話をしてもらえればなと。じゃないと皆さん納得しない人多いんじゃない。こう話したのは2021年にジャニーズ事務所を退所し、ジュリー氏とは10代の頃から旧知の仲でもある近藤真彦氏。彼の言う嘘とは、ジュリー氏が今回の問題について知らなかったと発言したことに対して向けられたものではないかと憶測を呼んでいた。ジャニー氏の性加害問題は今に始まったことではなかったとか。1999年に週刊文春が14週にもわたって記事を出し続けました。これに対しジャニー氏と事務所は発行元である文藝春秋を相手取り1億700万円の賠償と謝罪広告を求めて提訴したんです。その結果は、一審では文春側が敗訴しましたが、2003年の二審では東京高裁が記事の主要部分は真実と認定しました。文春側の実質的な勝訴と言えますね。ジャニーズ側は上告しましたが、最高裁は2004年に棄却、東京高裁の判決が確定しました。その当時のジュリー氏は30代で、すでに事務所の取締役に就任していたとか。母親であるメリー氏がジャニー氏について、弟は病気なんだからと言っていたという報道もなされていました。つまり、ジュリー氏がジャニー氏の件を知らなかったというのは、絶対にないと言えるのではないでしょうか。20年前すでに世に出ていたはずのジャニー氏の性加害問題、しかしメディアで大きく報じられることはなく、その後も着実に勢力を増していたジャニーズ事務所、その背景にあったものとは。週刊文春との裁判で深い関わりを持っていたのが当時の取締役兼広報担当であり、
現在の副社長である白長谷卓氏です。2001年には証言台にも立っています。現在副社長を務めているということはジュリー氏の側近ということですよね。証言台にまで立った人物が裁判の内容を知らないわけはありませんから、経営陣も把握していたと考えるのが自然かと。さらにこの白長谷氏は広報担当としてメディアを巧みに操縦することでも有名でした。巧みに操縦するとは？これまで何人もの元ジャニーズタレントがジャニー氏からの性被害の告発本を出版してきました。しかしその度にメディアに対し取り上げないでくれと圧力をかけてきたのです。ジャニーズのタレントが表紙になれば売れ行きが伸びますし、カレンダー販売の権利も大きいですよね。接待も盛んですから、ジャニーズに都合の悪い話に関してはその多くが筆を折ってきたんです。日本の芸能界を支えていると言っても過言ではないアイドル帝国ジャニーズ事務所がメディアと結託しながらひた隠しにしてきた闇。しかし海外メディアが口火を切ったことにより白日のもとにさらされ、事務所の社長がコメントを出すまでに、そしてついにはファンの間でも動きがあった。5月11日、ファンらによる有志の団体ペンライト、ジャニーズ事務所の性加害を明らかにする会が東京都内で記者会見。1万6000人余りのネット署名が事務所に提出。さらに事態は事務所の存続をも揺るがしかねないのではと言われていた。ファンによる署名には当然賛否両論巻き起こっています。事務所をクリーンにしたいという思いは同じなのですが、ファンの間でも分裂し始めていますね。 SNS 上ではハッシュタグジャニーズスポンサー不買宣言が展開されているとか。桜井翔を起用している三井不動産は取材に対し、報道が事実なら誠に遺憾とコメントしています。仮にこの問題がきっかけで一社でも CM を打ち切れば雪崩を打つことになるかもしれません。騒動が大きく報道され社会的に問題視されるようになったことで、ファンだけでなくスポンサーまでも手放しかねない事態へと発展。さらに被害を受けた元タレントを実名顔出しで報道した NHK、 ジャニーズへの忖度は一切ないとも言われる中、危ぶまれるのは大晦日の紅白歌合戦。昨年は6枠の出場枠を持っていたジャニーズ事務所であるが、今年はゼロになるのではという声が多く上がっていた。騒動が収束の兆しを見せない中、注目を集めていたのは所属タレントの中で最年長となる東山紀之氏の見解。5月21日、自身が司会を務める報道番組で、最年長である私が最初に口を開くべきだと思い、後輩たちには待ってもらっていたことを明かした東山氏。この時ジャニーズという名前を存続させるかどうかにも切り込みつつ、丁寧な謝罪の言葉で締めくくっていたのだが、桜井さんがフレームアウトしたことで批判を受けた一方で、真正面から生放送で堂々とコメントした東山さんを好意的に見る声は多いようですね。いえ、これは決してそのような精神論で収まる問題ではありません。と言いますと？東山さんは後輩たちに発言を待ってもらっていたと言っています。つまり報道機関が事前に報道内容を当事者とすり合わせていた可能性が高いことが浮き彫りになりました。ジャニーズ事務所や所属タレントである東山さんの意向が報道番組に影響を与えていたということでしょうか？仮にそうだったとしたら極めて異常事態です。放送の前日には東山さんがこの件について番組で言及する可能性について、ジャニーズ事務所から代理店に向けて一斉メールが送られていたとか。多くの報道機関は放送前の映像や掲載前の原稿について事前確認を認めていませんよね。何をどう伝えるか、もしくは伝えないかは報道の自由や編集権に関わり、言論への介入を防ぐためです。これは報道機関に求められる極めて重要なルールと言えるでしょう。東山氏が最年長として最初に発言すべきと考えたことに異論はなかった。しかし問題は発言に関する経緯が報道機関に求められる中立性や客観性から著しく逸脱しているのではないかと言われていた。報道機関におけるジャニーズ事務所への忖度を体現しているとも言われている一連の経緯、テレビ各局はこの件について説明責任を求められようとしていた。日本の芸能界に多くの功績を残したアイドル帝国はこの先も栄華を極め続けることができるのか、今後の動きから目が離せない。